はいどうもこんにちは、高吉です。さあ今日はこの新防衛軍の公僕の苛烈兵団、圧倒的なね、そして安定的にね討伐をしちゃおうということでね、それをご紹介していきたいと思います。職一つ一つのね動きをねご紹介していきたいと思います。構成がですね、ハンバト4、魔剣士1、レンジャー、そして魔法戦士2というね構成で行ってきたいと思います。じゃあまず装備の方から行ってきたいと思います。まず装備は、呪文耐性、そして眼光、これがあると大砲で雑魚を倒した時にテンションが上がってよりねダメージを高く上げれますので眼光を用意してください。あとは攻撃力モリモリのアクセ、中性の超過、将軍指輪、瀬戸のアンク、そしてベルトが、こちら魔剣士のみね闇の攻撃で大丈夫です。そして奇跡のベルトでしたら、特技、闇の特技のベルトをしてください。それ以外の方は光ベルト、それかもしくはどうしてもないって方は怪人系を装備してください。ボスのフィアちゃんがね、怪人系ということなので、まあ、怪人系、最悪怪人系のベルトをご用意してください。そして氷腕の月飾りで、無限魔王の勲章といったね、こちらの装備を用意していただければスムーズにね討伐ができちゃうのでね、できるだけ集めれたら集めてください。はい、次に宝珠なんですけども、もちろん他の職業の方もねよく使う特技をね、宝珠をマックス6にしていただくんですが、バトルマスター、特にこのスタンショットの技巧、これがねスタンショットの回し、まあ、100% マックスに6にしても効かないんですが、まあ、効きやすくなるためにこのスタンショットの技巧を持つことっていうことと、このシールドブレイクの技巧、こちらの方もね、マックス6にしてください。他の、神髄だとか極意の、よく使うね極意のやつもマックス6にしてください。はい、では次からご説明していきたいと思います。まずね大砲役の方を、やっていきたいと思います。はい、ってことでまず最初に開幕は魔結界2をやっていただきます。そしてここでねこのマガネは無視して左の方の大砲の弾、ここに3つ出ますので、こちらの方を取りに行っていきたいと思います。でここでね待ちながら、まあ、テンションバンカーなんかをしていただくとよりスムーズにね次のボスが倒していけます。そしてここにねザコが南に出た場合は大金を叩いてほしいんですけど、北に出た場合は大金を叩くとちょっと時間がなくなるので、突っ込みで中ボスに突っ込んでいっていきたいと思います。まあ味方にね、よいしょ。であとは天下無双で攻撃していくんですが、できるだけここは CT を温存していきたいと思います。 CT をさあ最初ここは魔線が突っ込むのを待ちます。魔線が突っ込むのを待って、その後にスタンを入れに行きます。よいしょ。でここで大事なのが6分20秒までねガンガン叩いてください。6分20秒25秒ぐらいですかね、6分20秒ぐらいまで叩いてください。で6分25秒になったら酒場前へ戻ります。で酒場前に闇のマガネが6分20秒に出てくるんで、これもうちょっと早く良かったかな。で CT をここで使って一気にこの金を倒します。でもう一つの金も倒しに行きますと。で中ボス2を倒す目安が6分残り10秒残ってればいい感じですね。よいしょ。でこれを倒した後に戻りの翼ですぐ戻ります。そして左のマップご覧ください。赤い点が門のね近くに来ますので、もうすぐね大砲を
すぐ飛ばしてください。もうちょっと余裕を持たしたい方は、まあ、6分30秒ぐらいでね離脱して鐘を叩きに行く準備をすればもっと余裕で行けますが、中ボスにはねサクッと倒した方がいいと思うので、まあ、25秒ぐらいまで頑張って引っ張っていく感じです。あとは左のマップを見ながら赤い手の方に大砲の弾をどんどんぶち込むだけで、もう大砲役の人はもう簡単です。来た。でこれ調子こいて弾を使いすぎると弾がねちょっと切れちゃうので気をつけてください。さあ中央、まあ無傷ではないので全然ねダメージ与えられても全然大丈夫です。あとは皆さんがね攻撃していくのをお待ちください。耐えるだけです。とにかく耐える。南、っていうよりね、本当にね、もうこれやることないんで、はい、ほわーっと倒してくれるかな、早くってね、待っててくださいね。あんまりそういうこと言っちゃいけないのね。はい、駅南、おいしょ。はい、というわけで大砲役目です。はい、では次にハンバトのザコ狩りハンバトを説明していきたいと思います。やり方は同じ。負けっかい2を入れて、ここまでは一緒なんだけど、次に、ザコをね、北か南にね、モーモンが2発出ますので、それをランドインパクトで一周します。が、ちょっとまず最初に南か北をちょっと見て、ってことで、北に出たので、この小悪魔をランドインパクトで一気に倒したいと思います。よいしょ。こうやってこいつを倒した後に今度は中ボス1に行きます。これも南か北どっちかランダムで出るのでね、ご注意ください。で壁をしながら天下無双でガンガン攻撃します。これね、中ボスこのカゴからは研修が出るので、研修が出たらすぐ使ってください。で次にやってほしいことがこの中ボス2を倒すんですが、まず大砲役の人がスタンを入れます。大砲役の人がスタンを入れるので、あれスタンを入れるのでスタンを入れるのでおいしょ。それで、このスタンが切れたらスタンをまた入れてください。そしてここで気をつけてください。この橋のところに近づくと大ボスにたけるので、アイテムハンバトが先にね行くの突っ込むので、その後突っ込む形でお願いします。でしっかり突っ込んだら天下無双で攻撃をしに行く。でスタン回しの順番なんですけども、一番最初にアイテムハンバトがスタンを入れます。そして2番目にスタンハンバトが、スタンを入れて、3番目にスタンを入れるのが、このザコ狩りハンバトなので、その順番だけね、よろしくお願いします。でとにかくもうココ無双もありとあらゆるねありったけの夢を乗せて、とにかく CT 技で攻撃をしていきます。で攻撃をしていく際にどんどんねこのダメージダウンが、ほぼフィアちゃんはダメージダウンで寝転んでますので、とにかく攻撃あるのみです。魔食とかのまあ攻撃もしてくるんですけど、それ避けずに出てきれば天下もそれガンガンしてった方が逆に安心です。結構ほらダメージダウン出ましたよね。この1999のダメージをどんどん入れていくことがかなり重要です。とにかく天下もそう、もうここはもう脳筋で攻撃しててください。よいしょ、いい最下だ。さあもう少しです。頑張ってあと少しだよ。さあ赤になって、とにかく脳筋天下無双。
ていうように、フィアちゃん全然もう本当に手がね出ないんでね、とにかく脳筋で攻撃しててください。よいしょ、あ、いい FB だ。はい、ということで簡単。はい、ということで次はアイテムハンバトなんですが、これも開幕負けっかい2を入れてください。まあ、基本負けっかい2ですかね、バトさんは。でアイテムは今度北側に出ますので、まあ、こちらの方へ取りに行きます、待機します。でここでテンションバンカーなんかやってもらえれば、まあ、先ほどと一緒に、火力が上がるのでね、テンションバンをやっていただきたいです。でここのアイテムを取った後に、これも先ほどと一緒で、まあ、逆に来たのでツッコミで移動したいと思います。さあツッコミをしてもろて、であとは天下無双で攻撃。そして今度は、カゴに向かいます。基本的に同じです、動きは。さあタゲを取った後、よいしょ、シールドブレイクで、よいしょ、さあとにかくこのボスを倒します、中ボスを。よいしょ。でアイテムハンバトはもう倒したらすぐにねボスに向かってください。そこで金縛りの書をスプラッシュが来る前に使って動きを取ります。この辺の距離ですね、大体この辺の距離で、あとは先ほどと同じくシールドブレイクを1回ぐらいちょっと入れていただいて、守備力を下げればまあ運がいいということで、あとは天下無双 CT 技でご利用していきたいと思います。よいしょ。で、ここは臆せずに攻撃をしてダメージダウンを測ります。で、アイテムハンバトがスタン役のね、一番最初になるので、必ずね、スタンをね、ダメージダウンの間を縫って入れるような形でお願いします。よいしょ。さあ、まだかな？大丈夫だね。でスタンをここで入れると、で入れるときに S と言っていただければ周りのね一人分かりやすい、ごめんなさい今ねダメージダウンと重なっちゃったね、これがね悪い時ね、はい、真似しないようにお願いします。あとはゴリ押しで天下無双でいけば、はい、あっという間に討伐と。はい、次にスタン役のバトですね、やりたいと思います。スタン役のバトは中ボス1にスタンをする役目ですね、負けっかい2をやって、でここで違うのがこのザコも無視してここで待機します。もっとこれ奥行くと中ボスに同時に動いてしまうので気をつけてください。であとはザコが出る方に、中ボスが動きます。ザコが出る方の中ボスが。で気をつけてほしいのがここからね行くこと、真ん中にドスンっていくとどっちのね向こうの中ボス2の方もね動いてしまうので、なので気をつけてください。でスタンを入れた後すぐさま壁をしに行って、とにかく頭倒します。あ、テンションバンをね入れてください、この前に、ごめんなさい、テンションバンを待ってる間にテンションバンを入れてください。今回ごめんなさい、僕ちょっと入れるの忘れちゃいました。とにかく叩く、とにかくこいつを倒して猛攻の書が出ます。さあ猛攻の書はこの辺で使っても大丈夫です。よいしょ。でもってこいつを倒すと、よいしょ、でここで相手もハンバトが突っ込むので、相手のハンバトが突っ込んだ後に柏場所を使った後に突っ込んで攻撃です。であとはここでもねシールドブレイクかなんか入れてもらえれば、よいしょ、
嬉しいです。でこれからは先ね同じなんですが、大ボスにスターショットを入れる役目が2番目になっております。なのでアイテムハンバトが1回目にね、スターショットを入れますので、アゴヒエさんがこの場合入れますので、アゴヒエさんのアクションがあってから2番目に入れます。さあ、あとはもうとにかく攻撃、後ろから攻撃、よいしょ。さあ、そしてデビルクラッシュ。さあ、天下無双。まあ、こっからはほぼほぼバトルマスターね、動き変わんないのでね。さあ、次にレンジャーなんですけども、レンジャー開幕、ブーメランを持ってください。そして、まずグレンチョウの霧を入りまして、グレンチョウの霧を入れた後、これもね魔結界をやってください。で魔結界2をやった後、ここの鐘を叩きます。デュアルカッターかなんかね。で鐘を叩いた後、今度は闇の大金を倒しに行きます。よいしょ。でここで気をつけてほしいのが、この猛攻の書を取らないようにお願いします。で今度は、中ボスに向かっていきます。でここでレボスライサーをまず入れます。レボスライサーを入れて、でこれ入らなければケロベロス温度を打っても構いません。で、ここで爪に持ち替えて、今度は、カゴの場合ね、カゴの場合、ブレス攻撃が非常に強力なので、必ずね、守りの霧を切らさないように、お願いします。あとは、これで、タイガークローでガンガン攻撃です。で、ここの場合、レボスライサーだとか、そういう類のものは入れなくていいです。とにかく攻撃。よいしょ。とにかく攻撃。そして研修も取れたので研修使っておきましょうね。おいしょ。さあ、アイテム係の方が突っ込むので、その突っ込んだ後にサマーソルトを入れに行きます。おいしょ。あとはもう同じで攻撃をとにかくしていくと。ガシンショウタンも使ってもいいかもしれないです。僕はちょっと使わなかったですね。おいしょ。タイガークロで、サイカがある場合とか、エーペチで攻撃した方がダメージが、まあ、ベルトの種類によってなんですけどね。ベルトの種類によって、先進のベルトだとエーペチの方がダメージが出ますね。奇跡のベルトだと、特技を、タイガークロを使った方がいいです。そして、ケロベロスロンドも溶けてると思うので、入れますと。さあ、受けるダメージが大きくなって、とにかくあとは攻撃 CT で攻撃してきてください。さあ、デュアルブレイカー、そして、もうすぐレボスライダーも切るので入れていきます。そしてギガスロー、あとはもう普通に脳筋で攻撃していけば OK です。まあ、レンジャーだけ結構この武器の持ち替えとかがあってね、ややこしいんですけども、ただ CT 技をガンガン使っていけば楽に倒せますと。よいしょ。先進のベルトの方はこうやってエーペチやった方がダメージが取ると思うのでね、エーペチで やってください。はい、討伐。はい、次に魔剣士なんですが、魔剣士も同じくこれ魔結界2をします。魔結界2をした後のこの闇のマガネを倒しに行きたいと思います。
さあこれ闇の鋼が討伐した後に、闇の鋼を討伐した後に今度は北か南に大金が出るので、その大金を倒しに行きたいと思います。でここで気をつけてほしいのが先ほど言ったこととなんですけど、もうこの賞を取らないように気をつけてください。さあそして、中ボス1へ向かいます。さあしっかりね壁をしてとにかく攻撃をすると。そして中ボス2に次向かいます。よいしょ。でこの中ボス2を倒す前にここにアイテムが出ますので、酒場前にこのアイテムを取りに行っていきたいと思います。お、これラッキーだと猛攻が出ます。ここに猛攻が出るのでラッキーだと。さあ次に大ボスに滅撃で突っ込みたいと思います。ここら辺から大ボスにたげれるのでね、突っ込んでください。そして滅撃をした後、今度は、陣を引きます。でここで気をつけてほしいのが、こいつの目の前に立つのが、魔剣士の役目なので、ね、しっかり壁をして、他のみんなはね、後ろから叩くっていう形でねやってください。あとは CT 技を使ってガンガン攻撃していきたいと思います。そして悲しまりなんですけど、このスタン回しが終わった後に使います。だいたい目安としてはフィアが黄色か赤ぐらいになった時に前に動いてきますので、前進してきますので、その時にね使います。よいしょ。さあもう黄色になったね。さあまだ動かない。いや、ちゃんは動かない。さあもうガン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 攻撃しててください。さあ今だね、あ、ダメージが入ったね。じゃあ大丈夫です。まだ陣を引きます。そしてとにかく CT が溜まったら CT を使っていくと。闇のベールをしなくても1999出せるなら、まあ使わなくてガンガン攻撃した方がいいでしょう。よいしょ。さあここで金縛りの書を使って、まあ、先ほどとは猛攻の書、僕こってり忘れてましたけど、使ってくださいね、みんなは。はい、ってことで討伐。次に魔戦1の動きですね。まず最初ライトフォースをします。ライトフォースをした後にこの救世のキラポン、これがねかなりこの軍団にはね必要なので、まず、救世のキラポンをして、で魔結界をします。よいしょ。さあ魔結界に押した後に今度はね、次は南に出ましたね。南に出た敵をやっつけに行きます。で中ボス1に最初にフォースブレイクを入れてきます。中ボス1にフォースブレイクを入れた後、ここにダークネスショットをやります。でここで気をつけてほしいのが、魔戦の必殺技なんですけど、猛攻の種のね、効果があるんですが、その猛攻の種の効果はで、魔戦、あの猛攻の書を使った後に使うと時間が短縮されちゃうんで、できれば必殺技ね、猛攻の書が使ってる最中は使わない方がいいです。切れる時に使うとちょうどいいかな。で次に中ボス2に倒しに行きます。先ほどの猛攻の書はこの辺で使っても大丈夫です。よいしょ。さあそして救世のキラポンも、更新です。
そして研修も取ったんでね、研修も使っていきましょう。さあ、そして中大ボスに初めに FB を入れるのは負け、魔戦の1になりますので FB 打っちゃいます。そしてダークレーショット、そしてシャイニングボール。でこれちょっと必殺来たからやりたいよ高木ちゃんって思うよね。我慢してね、まだ猛攻の書使ったばっかだからね。上書きされてちょっと短くなっちゃうんで気をつけてください。そして暇があったら、クロックチャージだとか、あとマダンテ打ってもらったら大丈夫です。で猛攻の書が消えそうなので、これ必殺打ってもらうとさらに猛攻の書がねつくので、ここで必殺技を使ってください。あーもうこの人使っちゃったかな、ごめんなさい、使っちゃいました。あんまり使う方がいいね必殺技はね。でフォースブレイクはもう CT が溜まったらガンガンのジャンジャンに打ってください。よいしょ、もう一人の魔線と FB を回していく感じでお願いします。あとは離れてね、離れて攻撃するように、これがミソです。あんまり近すぎるとね、万が一の魔食とかのダメージが食らってしまうので。さあ旧姓のキラポンも忘れずに更新をしてくれたね、ありがとうございます。そしてライトフォースの更新も忘れずにね、よいしょ。基本的に魔戦1がライトフォースと旧姓のキラポンを更新で、あとは補助で魔戦の2が、入れる感じかな。さあフォースロケたまったと。はい討伐。はい次魔戦2です。魔戦2はピオリムをします。開幕ピオリムを2回していただきます。そしてその後にこれまた皆さんと同じく負けっかいを2回していただきます。よいしょ。そして南か北の、大金を倒しに行くんですが、ここでこの魔法戦士のやることはこの猛攻の書を確実にね取ってください。これを取った後に中ボス位置に向かいます。でここでできればクロックチャージかなんかを入れてもらって CT を早くしていきたいと思います。でその後に中ボス1に向かうんですが、これ先に行ってタゲを取ってください。とにかく近づけばタゲ取れます。で下がってここでスタンショットを入るので、スタンショットが入り次第フォースブレイクをします。であとは遠く離れてからダークネスショットをします。これが大事。ダメージをね、一発でも受けないようにね、するために下がってください、タゲを取って。これだけですかね、違うのは。そしてボスに今度はまた突っ込みなサイド。そして猛攻の書を、本来なら、ここで使うんですが、今ね、猛攻の書入ったばかりなので、普通に攻撃していきたいと思います。結構この防衛って猛攻の書を手に入る入手しやすいので、この猛攻の書をね、確実にこの使いどころをね、考えてやった方が早めに攻略できます。そしてフォースブレイクを2番目に打ってきます。あとはもう一人の魔戦と、フォースブレイクを交互に入れていきます。そしてダークネスショット。光耐性下がったらこれをマダンテでいくと。これはマダンテ使うかどうかはもうその人次第なので別に使わなくてもいいんですが、さあ猛攻の書をもう一回切れそうなので使っていく。
なんでもって、サンライトアロー。とにかく、魔線は距離を取って攻撃してってください。万が一動いた時の魔食とかをね、魔線だけはちょっと受けないようにお願いします。はい、といった苛烈兵団のね討伐でした。まあ安定的に4分以下でね、早いとね3分23秒という時間出したことあるかな。もっともっとねうまくいけばね早くいけると思うので、やってみてはいかがでしょうか。ってことで本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。